水いいね。水いい感じですね。ダブルフックが1個なんですけど、今はアシストフックをつけてます。で、流儀のピアスダブルの4番が、おすすめなんですけど、おすすめというかもうピアスダブルの4番が合うように設定してあるんで、で、アシストフックをつける場合は今はバーブレスにしてるんですけど、バーブレスにしておくのが、1個ミソです。バーブレスにするのはケツに食ってくるやつってショートバイトが多いんですよね。まあスイングベイトよくあるテールバイト、テールバイトするやつってがっつり食ってこようとはしないから、まあ本当に甘噛みとかが多いんで、そういうやつをスッとかけるには、バーブレスにしておくとさらに取れると思います。わざと金属音を出させるっていう使い方もちょっと面白い。特にローライトは絶対バスしてるから、これちょっといろいろ仕組みがあって、このプロペラにやべ盛り上がってるそのプロペラに地味に分かると思うんですけど、金属ワッシャーがかましてあるんですよ。で、このワッシャーとこのプロペラが、擦れて金属音が鳴る、でもカチ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 っていう、まあ、音が鳴るような、仕組みになってるんで、まあ、もちろんそのシェイクして動かしてる時も、ただ巻いてる時でもプロペラがこことすり合わせて、まあ、バスにはたまらない刺激でカチカチと音鳴らして、ついてきたバスを威嚇させるっていう、まあ、働きもここにあるので、このスプリットリングも実は普通に、この愛から抜けないようなスプリットリングになってるんですけど、このスプリットリングがあることによってまたここで、シェイクすることによってこういう細かい音が出して、さらに細かい金属音が出せてバスを刺激できるっていう、まあ、仕組みになってます。バスですか。チェン。あれ本物の鳥？あれ本物ですよ。ガッツリ動いとるっすよ。どうでやん。なんか狙っとるっすわ。バイトするバイトするバイトするバイトした。しかもそっちかい。水じゃないんで。カエル食ったんですね。こっちそんな流れてないですね、うん、弱いね。ボラもいる。
でかいっす。でっけえ。やばい。めっちゃ低い。すごい、すごい。めっちゃ高いじゃん。いいとこだ。よっしゃーでっかくねあら、来たディズラ115やばいね。でっけえですね。五三バス、いやー気持ちいい。これがでも確実に金属フラッシングパワーですわ。でかいね。でかいイエーイディズラやばいですね。メダルプロップ3が完全に今もう着水して巻き始めて、プロペラもテールも多分動き出してくるんかな。まあ濁れも強いんで、結構こういう金属系のことは濁りの中でもバスをかなり引っ張ってくれる要素の一つでもあります。イエーイ。このディズラのプロペラなんですけど、少し幅が広い、まあ、タイプのペラで、これもいろいろプロトの段階でこのプロペラの大きさとか、プロペラのこの幅を、まあ、調整して、どの大きさがいいかなとか、どの大きさだとうまく泳いでとかっていうのをいろんな、まあ、タイプで作って、試してみたところ、このプロペラの幅が広い、広くてプロペラが小さいっていうのが、まあ、絶妙な動きのバランスを作り上げることができて、どうしてもプロペラがでかすぎると、水流を大きく掴みすぎて、ボディのバランスが非常に悪くなってしまう。だけど、今度細すぎると流しすぎて、プロペラの意味が全くなかったりとか、そういうセッティングもいろいろ考えて、この絶妙なバランスのペラセッティングになりました。で、面積が少しペラが広いので、水をしっかりと流して押して流してくれるので、水流の波動もしっかり出て、でまたこのボディの太さも、最初のプロトの段階は結構細かったんですけど、細いとどうしてもプロペラで水を噛んで、ボディが細すぎると水を受けすぎてすっごくロールしてしまうんで、それを抑えるためにボディの厚みも少し太くして、プロペラとのバランスを絶妙に合わせて作り上げることができた、新たなディズラです。もう本当に絶妙に、ヘッドシェイクもして、テールもしっかり動いてっていう、まあ、本当にボディのアクションもしっかり出せて、プロペラでもしっかりアピールができるっていう、本当に、まあ、また新たなスイムベイトかと思いますので、皆さんもぜひちょっと使用してみてください。